初日ジルーさしゃべます千葉の87期和田健太郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。地元でのビッグレースという形になりましたけども、意気込みとかお気持ちはどうでしょうか。そうですね、もうまずこのサマーナイトが松戸でやるっていうのは去年の段階で分かってたので、まあ、しっかりまずここを走れるように成績を収めて、また走れるようになったらそこでしっかりお客さんの期待に応えられるようにしたいなと思ってました。前走は、岸和田の宮原ってで最終日は1着でしたけども、別館通して調子とかどうだったでしょうか。そうですね、4月の頭に怪我してダービーは強行で出て、その後またちょっと間空けられたので、怪我した時よりは良くなってるし、またここも間が空いたので、しっかり計画的に練習できたので体力的には悪くないかなと思います。大体1ヶ月ほど空いて、ね、はい、ここに向けてバッチリっていう感じですね。一応そのつもりではいますけど、はい、初日なんですけど、はい、町は近藤選手がいて、はい、新山さんの後ろを回るという形ですかね、はいはい、新山さんについてはどうでしょうか。いやもうね、SS ですし、みんながもう見ての通りの強さですし、しっかり離れないように、迷惑かけないようにっていう感じですかね。今回、地元でということなので、はい、この3日間ですね、最後に意気込みを、あとファンの方へのコメントもよろしくお願いします。はい、また地元でね、実はこういうグレードレース、G3 以上走れるかわからないですし、しっかり地元のお客さんの前で車検に貢献できるように頑張りたいと思います。